エバレット・ジョセフ・ビッグ・ファースは、アメリカ合衆国の音楽家、ドラムスティックやマレットの製造業者である、ビッグ・ファースの創業者。ビッグ・ファースは、1930年6月2日に、マサチューセッツ州ウィンチェスターに生まれた。父エバレット・イ、e、ー・ファースと、母ローズ・マリーによって、メイン州サンフォードで育てられ、当地のサンフォード高等学校を卒業した。 音楽家として成功していた父の息子であった。彼は4歳からコリュネットを習い始め、その後、パーカッション、トロンボーン、クラリネット、ピアノ、編曲を学んだ。高校生の時には、プロのパーカッショニストとなっており、16歳で18人編成の楽団を率いていた。彼は、ビブラフォン、ティンパニ、ドラムスなど、様々な打楽器を演奏した。また、 ボストンのニューイングランド音楽院から学士を取得し、後には名誉博士号も贈られた。1956年から2002年にかけて、ファースはボストン公共学団の首席ティンパニ奏者であった。1952年に打楽器奏者として指揮者のシャルル・ミュンシュに雇われた時、ファースは楽団で最年少の団員であった。ファースは著書をいくつか残している。 1963年にはザ・ソロ・ティンパニストを書いた。スネアドラムについては、スネアドラムメソッドブック I エレメンタリーとスネアドラムメソッドブック II インターミディエートを、それぞれ1967年と1968年に出版している。この2冊のスネアドラム教本は、オーケストラにおけるスネアドラムのテクニックを、 当時のアメリカルーディメンタルドラマー協会が定めていた26のルーディメンツに従って教えるものであった。1968年には、さらに上級向けの教本、ザソロスネアドラマーも出版した、イン1968.2015年7月26日、ファースはマサチューセッツ州ボストンの自宅において、85歳で死去した。1963年に創業され、 マサチューセッツ州ボストンに本社を置いていた同社は、世界最大のドラムスティックとマレットの製造業者と、称しており、2012年以来メイン州、ニューポートで生産を行っている。2010年に、同社は、アベディス、ジルジャン社と合併したが、当時の役員たちは、両社がそれぞれ独立に経営されると述べていた。同社の創業は、ボストン公共楽団で12年間演奏していた。 ファースが当時製造されていたドラムスティックよりさらに質の高いものが必要だと感じるような楽曲の演奏を求められたことが契機であった。ファースは自ら自分の使うドラムスティック類をデザインすることを決意した。ファースは最初の試作品のスティックを太めのスティックから自ら手で削り出し、そうして作ったプロトタイプをカナダのケベック州モントリオールの 木材旋盤工場へ送った。この時送られた2種類のプロトタイプは、後に SD1、SD2 と称されるようになり、ビッグファース社の最初の2つのモデルとなった。ファースによると、必要だったから生まれたのであり、想像力とか、自分が創業できる力があるかといったことじゃなかったという。このドラムスティックは、ファースが自分用に作らせたものであったが、 彼のもとで学ぶ生徒たちの間で人気となり、ついには小売店で販売されるようになった。2012年の時点で、同社は300点の商品を扱っており、年間2200万本のドラムスティック類を生産している。また、同社は長く、胡椒や塩用のスパイスミルや、綿棒などをビッグファースグルメというブランドで扱っていたが、そうした事業は2012年に、 メイン州ニューバインヤードのメインウッドコンセプスへ売却され、同社はフレッチャーズミルとブランド名を改めて事業を継続した。ありがとうございます。